制作演奏家の軽部律子です。今日もこの私の書いたオカリーナ入門のテキストに沿ってレッスンを進めていこうと思います。私は自分でオカリーナ教室を始めてもう20年続けさせていただいているんですけれども、そのノウハウを生かしてこのテキストを作りました。独学でオカリーナを演奏される方も多くいらっしゃると思います。もちろんそれはそれでとても素晴らしい、楽しいことです。ぜひお続けになってください。でももしチャンスがあったら単発でもいいのでレッスンを受けてみるというのも結構楽しいことです。皆さん割とレッスンを受けるということに恐怖心というか不安を抱かれる方も多いようなんですけれども、レッスンというのは、これは私の考えなんですけれども、間違いを指摘してもらったり、あと上手に吹くためのポイントを教えてもらうためだけのものではないと思っています。私が考えるレッスンの一番の収穫というのは、先生と自分の音を聞き比べることができるということです。どんなにコンサートに通ってもやはりステージ上で出した音を客席で聞く、これだけではわからないことが多いんですね。同じ空間の中で、同じ環境の中で、目の前で先生が吹いてくれる、それと自分の音を比べることができる、そういうとても貴重な機会だと思っています。ぜひ機会があったらレッスンを受けてみていただきたいなと思っています。今日はレッスン3、その音を練習していこうと思います。新しい音のロングトーンをしたいと思います。その指使いですね。こういう指使いです。左手が親指から順に1、2、3、4、5、左手の指がすべて押さえられています。そして右側が親指、皆さんの側から見るとこういう感じですね。これがその指になります。今まで習った指がシ、そしてラ、ソ、このような順番で並んでいます。その音をまずは吹いてみましょう。私について吹いてみてください。1、2、3、4、さあどうぞ。もう一回いきます。3、4、さあどうぞ。はい、上手にできたと思います。姿勢大丈夫でしょうか？特に肩が耳よりも前にこう巻いてしまってきている方、猫背になったり胸のあたりが締まってしまったりしやすいです。肩は耳の横を心がけてください。すると自然に胸が少し張ったような状態になります。そのままこう構えると肘と脇は少し空間ができると思います。そしてその指を押さえるんですが、オカリーナが傾きすぎていないでしょうか？傾くとなぜ悪いかと言いますと、左手の小指、ここにオカリーナの重みが全てかかるような感じになっていってしまうんですね。オカリーナを始めて最初に痛くするところは、ほとんどの方がここの筋ではないかと思います。上手に持って練習をするとほとんど痛くなることはありません。なのでちょっとこの筋が痛いな、小指が痛いなという方は持ち方と姿勢を見直してみてくださいね。それではその音をもう一回やってみようと思います。ロングトーンで7拍その音を吹いて、2回通りロングトーンをします。その後タンギングを7回してください。これも2回通りやってみます。それではピアノに合わせてやってみましょう。1、2、3、はい。ブレス。タンキングで。
ロングトーンとタンキングでした。それではおさらいでここまでに習ったシとラとソの音を順番にロングトーンとタンキングでやってみましょう。ではまずシの音からです。1、2、3、4。覚えられましたね。それでは一番星見つけたを一緒に練習してみましょう。はじめは4小節ドレミで歌います。1、2、1、2。ララララソーソーララララ。ここまでですね。覚えてますか？ドレミで歌いながら指を押さえる練習、これすごく効きますよ。やってみましょう。1、2、1、2。ラララソーソーラララララ。楽譜ではなくて指を見てみてください。1、2、1、2。ラララソーソーラララララ。今度はタンギングの練習です。タンギングショーしてみますね。タンギングをするところでトーと発音します。1、2、1、2。トー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 。これでオカリーナを吹くと1、2、1、2。いかがでしょうか？続けてみましょう。またドレミで歌います。1、2、1、2。ラソラシララララ。タンギングショーです。1、2、1、2。トー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 。オカリーナで吹きます。1、2、1、2。この部分です。ドレミで歌います。1、2、1、2。ラララソーソーラララ。タンギングショーです。1、2、1、2。トー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 。オカリーナで吹きます。1、2、1、2。それでは初めから通して吹いてみましょう。一緒にどうぞ。1、2、1、2。うまくできましたか？それでは一番星見つけたをピアノに合わせて一緒に演奏してみましょう。
気持ちよく吹けましたか？何度も繰り返して練習して余裕ができてきたら、いつか見た一番星をイメージしながら演奏できると素敵ですね。次はレッスン4のファの音です。次のレッスンもどうぞお楽しみに。チャンネル登録をしていただけますと新しい動画がお知らせできます。ぜひチャンネル登録してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。